まあ、田中大貴選手のね、あたりが昨日からの修正点になりますか。そうですね、オフェンスの修正点はそこですよね。さあ DJ ニュービーのスリーポイントシュート、ここはうまく大阪もボールを回していきました。昨日のゲーム第2クォーターを終えた時点では32対41、アルバロ東京が9点ビハインドで、ここはイージーバスケットになりました。ザクバランスキー、ジャンパー、このボールは大阪ボールになって、伊藤のスピード、伊藤からジョシュ・ハレルソン、パスコースあるか、アイラブラン、ショットクロックあと3秒、ドンリーがもらう、シュートまでいけるかどうか、難しいシュートになって決めてきました。ここはドンリーがよく決めました。うまいプレーですね、 DJ ニュービル、中村からニュービルです。今キック選手のところはちょっと開けて守ってますね。流れとしては大阪を止めておきたいという東京ですが、はい、大阪の得点、これでトーマスでしょ、トーマス取った、タノは DJ ニュービルからアイラブランダンクシュート、ここはイージーバスケットです。リードして第4クォーターか、それともホームのアルバルクがリードするでしょうか。スタッツダンクシュート、2点ビハインドという状況は大阪エベッサ追っていく展開、2人つきます。さあトップの位置から橋本、エースのスリーポイントシュート決まりました。さあこれで大阪が前に出ます、64対63。タイミングのファールもありですね。直接対決、今日が4戦目、大阪としては0勝3敗で迎えた今日の一戦です。ニュービーのスリーポイントシュート決めてきました。でかいですね。